自宅、リネット・スカーボは、アメリカ合衆国の ABC、デスパレートな妻たちに登場する架空の人物。このドラマの主人公の一人である。演じるのは、フェルシティ・ハフマン。日本語版吹き替えは、唐沢淳。1963年生まれ、ィステリア通り4355番地に住む。旧姓はリンキスト。リベラル派で教会に通う習慣がなく、 体罰にも反対していて、子供にはブツと脅すだけ。実社会でキャリアを積んだ経験から大人の駆け引きに長け他人を説得する術にかけては抜群の才能を発揮する。家庭に入ってからは幼い子供たちのどう過ぎたやんちゃぶりにストレスを溜め込んでおり、自分だけが子供をしつけられないダメな母親だというコンプレックスを抱える。その反動がかつて自分が 優秀さを認められていた、広告業界を懐かしんでいる。幼い頃は家庭を帰り見ないひどい母親に育てられ、体罰を憎む姿勢はその頃に培われたらしい。大学卒業後は広告業界で活躍し、実力を買われて華々しい出世を遂げ、若くして、幹部クラスまで登り詰めた。しかし、部下の一人であるトムスカーボと恋に落ち、彼の恋人から略奪する形で結婚。 妊娠を起きに退社する。子供が次々と生まれ、双子のプレストンとポーダー、すぐ下のパーカー、末っ子のペニーの4人の子供の母親となった。初期の頃は、夫となると無と出会ったのは、上記の通り会社勤めしてからだったが、第7シーズンでは、学生時代に寮生活をしていた時に知り合った設定へと変更になった。育児に苦しめられるリネットは、出張が多く、 不在がちなトムにも頼れず、孤独感と怒りを溜め続けていく。やがて楽になろうと、双子に支給された ADHD の治療薬に手を出して、薬物中毒に陥ってしまう。限界を感じたリネットは我を失って、子供の前で怒り狂うが、突然死んだはずのメアリー・アリスが現れたことで、我に帰る。さらに同じ母親であるスーザンやブリーに慰められ、育児の悩みは、 すべての母親が持つのだと悟ることができた。一人での育児は無理だと認めたリネットはベビーシッターを雇うことを決め、別の家から若い女性クレアをヘッドハントする。だがクレアは子供たちを簡単に手なずけ、その上トムが彼女に性的な興味を持ち始めたため、妻と母の地位を守るためにクレアを解雇してしまう。トムが重役に昇進するが、 ほとんど単身不妊状態になるポストだと知った、リネットは家庭を守るために夫の会社の社長夫人にトムを降格するよう頼む。この秘密工作は成功するが何も知らないトムはひどく落胆する。ある日トムが自分の会社にリネットにトムを奪われた元恋人のアナベルを雇っていたことが発覚する。アナベルがトムを誘惑する危険を恐れるリネットは アナベルに牽制を仕掛けて、トムを怒らせる。アナベルを何とか、夫から切り離そうと、昔の同僚にアナベルを引き抜くよう進めたところ、有能なアナベルを失いたくない会社が彼女に、重役の地位を与えてしまう。自分が奪われた重役の地位がアナベルに渡ったことで、トムは激怒して会社を辞めてしまうが、前に、重役ポストを逃がしたのは、妻の仕業だったと知らされる。 妻を許せないトムは自分が専業主婦となって家庭を守る代わりにリネットに会社勤めをして家族を養うよう要求。夫の有無を言わさぬ剣幕に反論もできず今後の家庭の行く末を案じながらもリネットは広告業界に復帰する。パーチャーマーフィーへの入社にあたりリネットは家庭と仕事との両立という難問に直面。家庭では 腰を痛めたトムのせいでペニーを面接に連れて行かされて、以後、豊満なトムの家事、育児に何とか意識改革をもたらそうと散らかった家にネズミを放ったり、トムの前で双子の誘拐の予行演習をしたりする。また神経質なパーカーが母の不在と共に不安定になり、空想のベビーシッターを考え出すなど悩みは尽きない。仕事でも、 直接の上司で独身のニーナが部下の家庭や子供を尊重しない主義を貫くために、ますます、リネットの家庭離れが進行。パーカーの小学校入学式に出席できなかったり、ニーナの夜遊びに連れ回される。リネットは、ニーナの傲慢で失礼な言動に我慢できなくなり、ついに態度の改善を求めるが花であしらわれる。しかし直後に、受付のステューとニーナとのジョージを目撃。 リネットはこれをてこに、ニーナに、態度改善を迫る。リネットへの弱みを消すためニーナがステューを解雇すると、これに反発したリネットは、ステューに、社長のエドに事情を話す、よう説得。しかし、リネットの説得を、会社へのセクハラ訴訟の勧めと受け取ったステューは、会社を脅迫し大金を請求。これに屈したエドは、責任のあるニーナとその他体制の社員を解雇し、 リネットは意図せず、ニーナのポストにつけられ、経営危機に陥った会社を立て直す羽めになる。トムが復職を望み出し、リネットの反対を押し切り、パーチャーマーフィーに入社。エドによるトムへのいじめに怒ったり、夫婦で上司と部下の関係になったことに、お互いストレスを感じることになる。ある日、リネットはエドに善意として、チャットを進め、夫婦のチャットを代行したせいで、 エドの夫婦関係を悪化させてしまう。妻にチャットを代行した社員を解雇するよう求められ、会社の実質的な経営者リネットを切れないエドは、トムを長本人に仕立てて解雇する。リネットは退社前後からトムがアトランティックシティに通い出したことを不審に思い、夫を尾行。そこでトムが女性の家を訪れているのを目撃し、離婚を決意して子供たちと共に家を出る。 だがトムから、結婚前にできていたが存在を知らなかった娘ケイラ、と、その母親ノーラに会っていたと聞かされ、夫妻は和解する。ノーラが挨拶に現れ、ケイラの養育費を要求してリネットと対立する。養育費を諦めたノーラは、ビステリア通りの近所に家を購入し、ケイラを連れて引っ越すと、スカーボ夫妻に明かす。愕然とするリネットとトムに向かって、ノーラは、欲しいのは、 お金じゃない、家族だと語り、娘と共に、スカーボケの一員になると宣言する。ありがとうございます。